アトレティコ・マドリードの MF アクセル・ビツェルが10日のドルトムント戦に向けた前日会見に出席した9日スペイン紙ムンド・デポルティーボが伝えている2016から17シーズン以来のチャンピオンズリーグ CL4 強入りを狙うアトレティコ・マドリードはラウンド8でドルトムントと対戦する10日日本拠地シビタス・メトロポリターでのファーストレグを控える中 ディエゴシメオネ監督と共に前日会見に出席したのは、ダブルコート・フルス対戦となるアクセル・ビツェルだった。ベルギー代表としてのキャリアも持つ35歳は、ドルトムントに2018年夏から4シーズン在籍。クラブ公式戦通算145試合に出場し、DFB ポカールのタイトルも獲得した。そんなビツェルは、フルスについてとても良いチームだ。 僕は4年間プレーしたけど、素晴らしい日々を過ごしたよ。彼らはプレスを多用してくるし、カリムアデエミア、ジェイドン・サンチョのような非常にスピードのある選手もいる。中盤の、ユリアン・ブラントは、試合をオーガナイズし、変化を生み出すことができるね、と称賛さらに、ドルト・ムントに決定したとき、僕たちはシティやタクラブとの対戦よりもハッピーだとは思わなかった。フットボールに、 ことチャンピオンズリーグにおいては、簡単な試合なんてものはない。明日はそういうことがわかるだろう、と気を引き締めた。またビツェルは、パルティードアパルティード、一試合一試合、という言葉を強調。この、チョリスも、シメオネ主義、の代名詞を口にした同選手は、チョロのように考えている。目先の試合が最も重要で、次の試合について考える時間はその後だという具合にね。 パルティードアパルティードが僕らのやり方なんだとしつつ、ここに着いた時に彼が僕をセンターバックに置いてくれた。そこでプレイするようになって、今はこのポジションでより快適さ。結局のところ、いつもピッチに立っていたいんだ。チョロのアイデアのおかげで、僕はこのレベルでのキャリアを少し伸ばすことができた、と同指揮官への浸水を語っている。 継投するシメオネ監督に初のビッグイヤーを捧げるためにも、まずはラウンド8を突破しなければならない。ヴィツェルにとってフルス対戦となる同試合は、日本時間11日の4時にキックオフを迎える。